アイレディスクリニック赤ちゃんいらっしゃい命の誕生。この時間は沖縄市三里にありますアイレディスクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的ですよね。お産がもっと身近なものになればと思い、アイレディスクリニックのスタッフさんが録音してくれた音源を放送しています。この番組は宜野湾市喜友名宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから私田辺由紀がお送りします。5月までは能見あずささんがお送りしていましたが、あずささん産休に、6月から産休に入られましたので、今日から代打で田辺がお送りします。よろしくお願いします。この番組ではリスナーの皆様からのメールやコメントを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com。また FM 宜野湾ではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM 宜野湾のホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。そして4月からはサイマル放送も始まっておりますので、こちらも FM 宜野湾のホームページから再生してぜひお聞きください。アイレディスクリニック赤ちゃんいらっしゃい、このコーナーはアイレディスクリニックの提供でお送りします。それではまず最初にこのコーナーです。赤ちゃんいらっしゃい、アイレディスクリニックで出産の瞬間を録音して放送するコーナーです。それでは今日の一人目ご紹介します。毎週3組の、3名の赤ちゃんの出産の瞬間をお送りしています。まず今日の1人目は宮里直美さん、女の子の出産のシーンです。スタッフさんに応援されながら頑張るママ、無事に出産して元気な泣き声が聞こえます。記念撮影をしてパパによるへそのをカットです。コメントはママです。赤ちゃんの可愛い声も聞こえてほっこりします。それではお聞きください。一緒に頑張ってくれてありがとう。家族3人で頑張って暮らしていこうね。宮里直美さんの赤ちゃん女の子の出産のシーンでした。あー、かわいい声で泣いてましたね、元気にね。はい、そして3人でこれから暮らしていこうねということはね、お一人目の第一子の誕生だったんですよね。おめでとうございます。ね、割と落ち着いた様子でしたがね、割とスムーズな出産だったんですかね。はい、このね、産声、多分ね、ずっと覚えてるでしょうね。この可愛い声ね。はい。録音させていただきまして、ありがとうございました。はい。それでは続いて、
匿名希望さんです。男の子の出産です。赤ちゃんが元気よく泣いて周りの皆さんが喜んでいる様子が伝わります。パパがママと赤ちゃんを気遣う声も聞こえます。スタッフさんとママの会話からも赤ちゃんを愛おしく思っている気持ちが伝わってきます。それではお聞きください。赤ちゃん出てきたよ。お姉ちゃんだったよ。どうですか。赤ちゃん泣いてるね。はい、匿名希望さん、男の子の出産のシーンでした。いや、本当に元気よく泣いていましたね。こんなに元気だとほっとしますね。ねえ、そして周りの皆さん、家族の皆さんも、もう結構賑やかに、ね、盛大に喜ばれているのが、ね、なんかもうこれからも楽しい家族がね、築けていけるんじゃないかという、そんな感じがね、伝わってきましたね。はい、ありがとうございました。それでは、続いて、最後の3人目の赤ちゃんの誕生のシーンです。続いても匿名希望さんです。男の子の出産シーンです。立ち会っているお姉ちゃんの声から始まります。赤ちゃんの声がお腹から聞こえてきて、お姉ちゃんも嬉しそうです。無事出産して元気な泣き声を聞かせてくれた赤ちゃん。周りから拍手が湧きます。コメントはおばあちゃんとお姉ちゃんたちです。17番目のお孫さんを前にしたおばあちゃんの喜びようが印象的です。それではお聞きください。あれさ、顎が出てくるよ。まあ、頭出たね。もう少しね。顔出ましたかね。今のブルーブルーってなった赤ちゃんの声、お腹から聞こえたね。なんだった元気で可愛い赤ちゃんありがとうとっても嬉しいです。みんなで見た何遍産んでも同じ顔だね。やっぱり元気に産んでくれてありがとう。大きくなって赤ちゃん、こんにちは。17番目の孫、うん、すごいすごいすごい嬉しい。大きくなれ。みんなで、せーの、なんていうの、はい、ママ早く帰ってきてねでしょな。ママ赤ちゃん産んでくれてありがとう。早く帰ってきてね。早く帰ってきてね。はい、はい、以上です。おめでとうございます。匿名希望さんの、男の子の出産シーンをお聞きいただきました。はい、最初のね、お姉ちゃんの声、可愛かったですね。まだ小さそうな3歳ぐらい？もうちょっと言ってるかな。4、5歳ぐらいですかね。赤ちゃんの声って、お腹にまだいる時から聞こえるんですね。まだおぎゃーってこの、完全に出てなくても、声だけ、泣き声だけ聞こえるという場合もあるんですね。ねえ、その声が聞こえてるよっていう、ねえ、可愛らしい声から始まりまして。
そして生まれて元気に泣いた赤ちゃんを聞いてみんな拍手して、でこのおばあちゃんのコメントすごい嬉しそう、もうすごい伝わってきましたね。おばあちゃん17番目のお孫さんの出産だったということで、何回生まれても同じ顔だねってそうなんですね。いやー、そっか、生まれた時はみんな同じ顔なんですかね。やっぱりね、家族はね、やっぱなんとなく似るんでしょうね。あ、おばあちゃん本当に嬉しそうでしたね。もうこういうもう嬉しさもバーってこう出すようなね、こんな明るいおばあちゃんの元だから、こうやってたくさんお孫さんも生まれてくるんでしょうね。はい、本当におめでとうございます。はい、お父さんもね結構冷静な感じでお姉ちゃんたちとコメント入れてくださいました。本当にねおめでとうございました。はい、それでは今週の3人の出産は、1人目宮里直美さん女の子、2人目匿名希望さんの男の子、3人目も匿名希望さんの男の子の出産シーンを放送いたしました。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック。アイレディースクリニックでは、これからもお母さんの幸せを一番に考えた出産を行います。このコーナーでは皆さんのお産に関する思い出、また出産を控えるお母さんに対するメッセージをお待ちしております。宛先はメールアドレス 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。ぜひお気軽にお寄せください。アイレディスクリニックの方に報告いたしますので、ぜひお気軽にお送りください。それでは次は CM を挟んで、教えて北条先生のコーナーです。お母さんの幸せ、それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るために、お母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。 This is FM 79.7. The radio station is located in Ginawan City. I hope you guys love our music. Our entertainment has begun. Think about what is our time.Hello everyone! Our email address is 797@fmginowan.com! Please send us an email. Thank you.赤ちゃんいらっしゃい。それでは続いて、教えて北条先生のコーナーです。このコーナーは、アイレディースクリニックの院長、北条秀志先生に、お産についてお話を伺い、上条美希さんとの対談形式でのインタビュー内容を毎週流していくコーナーです。今回は、5月から始まっている婦人科美容器、インティマレーザー、について FM ギノワン田辺と3人でお話を伺いました。それではお聞きください。教えて北条先生、はい、今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回は FM ギノワンから、はい、ゆきさんが来てます。はい、田辺ゆきと申します。はい、よろしくお願いします。はじめましてですよね。はじめまして、ね。いつも声だけ聞かせていただいてますが、初めてお姿を拝見いたしました。ゆきさん、
アイルディスクリニックで今インティマレーザーっていう、はい、あの美容機器っていうんですかね。そうですね、婦人科美容ね、うん、婦人科美容機器、そうですね、うん、を5月からやってるんですけれども、はいはい、聞いたことありますか。あ、はい、番組で言ってたやつですよね、うん、そうそうそうなんです、はいはい、あれを、はい、導入して、うん、5月21日から、ね、はいはい、本格的にスタートします。あ、そうなんですね、うん、まあ、今問い合わせも結構多くて、尿漏れの方がね、うん、あのおばあちゃんがもう10年以上尿漏れで悩んでて、うん、もうあのなかなか治らないからっていうことで相談来てね、あの話したら興味持ってくれてね、うん、やっぱりどうしてもこの今までね、やっぱり多分お産終わった後のことって僕もあんまりそこまでこう女性の体としてね、こう、うん、女性特有のこのみんなになかなか相談できないこういう尿漏れとかね、うん、お湯が入るとかね、そういうね、うん、悩みをやっぱ改善できる機会があるんだったら、やっぱりそれをね、あの取り入れてみようかなっていうのが今回のね、趣旨でね、うん、改善できると思ってない人がほとんどだと思う。そうですよね、うん、うちの職員で要は体験ね、してもらったんだけども、もう諦めてた、全然こう変わったっていうのをね、やっぱり聞いて、あ、それでね、デモ期からやっぱもうちょっとこれは必要だなと思ってね、取り入れることを決めましたね。フェイスリフトとかもね、なんかできるらしくて、あ、らしいですね、うん、脱毛なんかも、そうそうね、はいはい、うん、なんかまあそっちもちょっと人気がですね、はい、職員たちもね、うん、私ちょっとそっち気になるんですよ、あ、本当、うん、ちょっとビフォーアフター撮るけどねあ、モニターで、そうそう、まあなんかやっぱりこういうのって、うん、まあやっぱり女性は年齢いくらでいってもやっぱりこう美しく ね、女性らしくありたいってね、で、うん、まあ、やっぱそれを僕も忘れてほしくないから、産後ね、退院する前にヘアメイクエステをね、うちのエステがやってるのはね、うん、そのやっぱり自分の奥さんがまたこう女性としてこう綺麗になって、あ、お母さんという、あ、うちの奥さん綺麗や好きやってね、またこうねなって退院しました。お母さんも妊婦であれだけずっと要は女性をねちょっとまた起きながらお母さん準備してるから、はっとやっぱね自分がまたこうメイクして綺麗なね、やっぱり1年こんなにきちんとしたのはその出妊娠ね分かって以来久しぶりだとか、やっぱり声聞くとね、それまた見て旦那さんもね、こうフレッシュな気持ちになってくれればっていうことね、うん、同じようにこうねインティマをやることによって、まあこれは場所もちろん部位は違うけれども、うん、旦那さんにもやっぱり相談できないことだろうしね、旦那さんもまさかそんなこと言うこともできないしね、だから確かにそうですね、うん、ね、でそういうところはまあ、産婦人科医としての僕はね、相談乗れるしね、看護師さんに相談乗ってそういう体験されてみてもいいかなと。一応ね、まあ、沖縄体験モニター価格感想文書いてくれさえすればね、うん、ちょっと高いのをね半額にしてるから、まあ、みんな沖縄の方もねこう少し取り組みやすいようにね、そうですね、うん、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか、はい、ね、思います。インティマレーザー、はい、皆さんぜひホームページでね、はい、詳細もありますから、うん、書いてますので、ね、見てみてください、はい、出産するした人もしてない人も使えますからね、はいはい、だから入れるのはあくまでもこうね、自分たちでいいと思ったものしか、うん、と思ったから僕もね今回インティマレーザー取り入れましたからね、うん、この脂肪のね誘拐する装置も効果があれば、ね、うんうん、はい、運動しないでも少し効果があるんだったらちょっといいかもしれないね、はいはい、そうですね、はい、ということで、はい、インティマレーザーゆきさん聞いてみてどうですか。いや興味ありますよ。ですよね。すごく興味あってみたいです。はい。脱毛もできるし、色も調整できるんですよ。うん、色、うん、色なの？そうそうそう。そうね、うん、はい。ホワイトニングですね。うん、まあね、やっぱり、まあそれでも、うん、やっぱり気になる方は気になるのでね。まあこれはもう人それぞれですけどね。うんうん、まあぜひ、はい、興味のある方は、うん、まずでお電話でご相談を、ね。わかりました。はい、してください、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、教えて北条先生のコーナー、今回はね、行ってまいりました。私アイレディスクリニック、インタビューさせてもらいに行ってきましたよ。びっくりしました。まず綺麗すぎて病院と思わなかったですね。ああ、なんか、通していただいた部屋が、いろんな子供が遊べる用具があったりとか、綺麗な窓してたりとかね。
とてもね病院のイメージ、待合室のイメージじゃなかったので、ここが待合っていうのを気づいたのインタビュー終わってからでしたねそのぐらい綺麗な病院でしたね。でその中でインタビューさせていただきまして、インティマレーザー、婦人科美容器、婦人科の美容器ですね。不思議ですね。仕組みまでは聞かなかったんですけども、いろんなことができるようですね。皮膚に働きかけるみたいなんで、ね、今おっしゃってた、もう婦人科、尿漏れでお困りの方、まずね、やっぱり女性は男性に比べて尿漏れ、ね、でお悩みの方が多いと聞いていますので、そういう方もね、諦めないでちょっとね、相談してみられたらいかがですかね。今なら本当にね、感想文書けばモニターということで半額になるともおっしゃってましたのでね、ぜひアイレディースクリニックにご相談されてはいかがでしょうか。はい。その他にもね、いろんな美容にも効果があるというお話でした。はい。このコーナーではリスナーさんからインタビューの際、北条先生に聞いてほしいことも募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。さて、ツイキャス少し来てますので紹介しましょうかね。ゆうさん、おはようさん、おはようさんです。いつも金曜日赤ちゃんいらっしゃい、能見あずささんが担当されていましたが、産休に入られておりまして、代わりに田辺ゆきが放送しております。北海道行方不明の子供の無事発見とか、あ、そうなんですか？ああ、このニュース気になってました。北条先生もおっしゃってたんですけど、やっぱりこの子育てで行き詰まってきたりすると、いろんな事件があったりするじゃないですか。で、そういう方、まあそういうことにならないためにも、この赤ちゃんいらっしゃいというね、出産のシーンを放送することで、やっぱり初心を思い出してね、ああ、出産のね、喜びを思い出すと、こういうね、事件とかもなくなっていくんじゃないかっていうね、そういう意味も込めて、この放送、ね、されてますので、ああ、そうですか。はい、ありがとうございます。アイディアさん、ゆき姉さん、おはようございます。おぎゃ、おぎゃ。そうね、さっきのね、赤ちゃんのおぎゃの声、可愛かったですね。はい、メッセージありがとうございます。それでは、ここで、ちょっと時間、もう、エンディングに近づいてきたのですが、この産休でね、6月からはお休みされてます。赤ちゃんいらっしゃい担当パーソナリティの能見さんに電話してみようかなと思うんですけども、ちょっと待ってください。今電話。はい、喋りながら電話するの、なかなかね。はい、押しまして、押しまして、電話今かけております。かかるかな。もしもし。はいはい、もしもし。あずささん、おはようございます。おはようございます。いや、元気な声、そうですね、元気ですよ。もう37週に今日から入るんですけど、はい、変わりなく、うん、はい、まだ出てきそうにはありませんので。もうなんかその声聞いてたら全然この放送もできたんじゃないかみたいな。そうでもね、こればかりは何があるかわからないからって言ったんですけど、うんうんうん、もう生まれる当日まで別にやっても大丈夫じゃないかなぐらいの勢いなんですけど、うんうん、私は。すごい。いやいや、よかったよかった。じゃあね、お母さんも子供もすごい元気そうで。どうですか？そうです。 37?8?8 って言ったらね、7。あ、7。もう間もなくですよね。そうですよ。いつ出てきてももう大丈夫な状況なので、はい、ここからはだんだん重くなってくるから、体がもう、うん、大変は大変ですけどね。じゃあいつも家で、今しかないので、うん、家で結構おとなしくしてます？ね、で歩いてます。そうなんだ。ちょっと時間近づいてきた。もうちょっとじゃあまた来週もね、かけたいと思いますので、はい。今どんな様子ですかっていうのを。楽しみにしててください。はい。じゃあよかったです。はい。はい。では電話で、あずささんの登場でした。ありがとうございました。さてさて。はい。アイレディースクリニックの提供で赤ちゃんいらっしゃいお送りしてきました。最後にね、パーソナリティ産休中のあずささんも登場で、とっても私より元気じゃないかという素晴らしいね、よかったです。その様子もね、お伝えしながら来週からもやっていきたいと思います。
この時間担当渡辺由紀がお送りしました。